さてと、釣り禁止の表記とかはないから多分大丈夫だけど、問題は水が抜かれちゃって魚がいないとか、プライベートポンドではないけど、ただ俺以外でこの池で釣りしてる人を見たことがないからほぼプライベートポンドだね。ここすげえ好きなんだよ、このフィールド。フィールドってこの池、あ、食ったいきなり釣れた。ちょちっちゃすぎた。すげえ好きなんだ、この景観。すげえ山に囲まれた秘境の池みたいな。うわ、もういきなり来た。あ爆鳥爆鳥3頭で2匹。あ、もういいんだけどさ、魚おるってもう分かったよ思ったより簡単に分かってしまった。じゃあモザイクとかがね入ってるかもしんないけどさ、分かんない。それは編集の俺に任せてるけど、任せるからそこは分かんないけど、まあ野池、メジャーフィールドとは違ってね、野池だからあんまり場所が分かるような映像を残したくはないんだよね、正直。だからもしかしたら景色に分かりやすい景観とかにはモザイクをかけるかもしれない。それは許しておくれ。この池あんまりねでかい魚釣れないんだけど、これぐらいしかないね。まあ最大35センチぐらいしかいないんだけど、魚がすごく綺麗なんだよね。っていうのと、やっぱり景色がすごい好き。編集のそらさんがモザイク入れてるかもしれないけどすげえ来るんだけど、当たりが。関東でワンバイト取るのにどんだけ苦労したのかっていう話だけどねまだ5分も経ってない、4分だよ動画撮影始めて。もう3バイト3バラシだけどね。この池ちょっとね釣り禁止になる可能性が多分トップレベルが高かったから、釣り禁止になってないなら OK。 よかったよかった。あと魚いるかどうか。ここすげえね人が来るんですよ。今も先行しているけど、人が来てゴミ捨てる人いっぱいいるからさ、釣り禁止になってもおかしくねえなって、一抹の不安を抱えてきたんだけど、ゴミ捨てになっている看板はすげえ新しくできてたけど、釣りすんなとは書かれてなかった。よかった、すげえほんとホッとしたわ。なんであと魚がいるかどうかの確認をして、多分ゴミとか結構あると思うから、釣りもいるし、だからちょっとゴミ拾いだけを念入りにして行こうかな。お、ギリや、ギリがちっちゃいな。私はもっとでけえギリがいたんだけど、お切るばっか。バスになるのかな。明らかに表層系に反応がいいわ。今日スモラマシク持ってきてるんで完全に失敗サンクション目釣り禁止の看板とか見当たらんけど、カバって消し込んでくれませんかね。なんか食った。バスじゃないかもしれないけど、半袖で着たくねえ。なんで今日半袖やん。いつもつけてるじゃん、長いの。タックルがいかん。ベイトフィニッシュでやるようなバスちゃうで、パ
かわいいんですよね、こういうの。うわ、すげえ。めちゃくちゃゴージャシューなレイダウンじゃないですか。あ、食った。あ、持ってったのに。ちょっと芋って、サウンドポジション直してたら話しちゃった。よし、よし、板橋、よっしゃ、よっしゃ、狭い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 、イエス、九州上陸、ハトパトゥ、ちっちゃいけど、この池の、まあこの池の特徴とか言ってもしょうがないんだけど、この池のバスって結構このブラウンバックみたいなね。なんか 茶褐色の色してんね。なんかスモールみたい。だからすげえ綺麗なんですよ。いいな。もうちょっとだけ出して。もう何とかさして。もう何とか。やりたくなるやん。ああいうの見たらやりたくなるやん。な。わかるやろ。関東ではできなかったんだよ、こういうの。なかったから。いや、関東っつか。僕の言ってた関東河川ね。あ、失敗した。気持ち分かって。俺沖にブーンって投げて釣るの嫌いなのよ。やっぱりカバウチがすごい好きな人だからさ、レッジフィッシングよりもバンクフィッシングの方が圧倒的に好きな人だから、こういうのを見ると打ちたくなるよね。なんでベイトフィネスしか持ってきてないんだよ。どう考えたってベイトフィネスでねえよ、場所。こんなとこベイトフィネスで買っても取れませんよ。いい子は真似しないようにね。できないのに無理しちゃいけないね。基本的にはベイトフィネスは乗り越えてくるカバーが1つか多くても2つ。だから今投げ込んだ場所って、そのこっからルアーのところまでカバーがその1箇所しかないでしょ。これぐらいまでならいける。どんなに多くても2箇所。これだったらもう引きずり出してくる場所なんかないんだよ。結局オープンと変わらないんですよね。だからブートフィニッシュでも OK。 逆にこんなとこバシャーって投げ込んだらもうアウトですよ。こんなとことか投げ込んだらね、絶対取れない。ここも結構微妙。超えてくるカバーが1つ、もしくは多くても2つ。それが標準的なベイトフィネスタックルにおける限界だと思ってください。ベイトフィネスの解説をいずれまたきちんとしていこうかなと思ってはいるんですけど、この場を借りて軽く説明だけはさせていただきました。さあ4箇所目です。ここも結構人がいっぱい来るところで、ゴミがいっぱいあるところなんで、まあしっかりゴミだけ拾っていきましょう。まあ釣り禁止の看板とかはなかったんで、その点はまだ大丈夫かな。水草いっぱいだね。あ、食ったでも持ってかん。ギルではないと思うんだよな。この池ギルいなかった気がするから。ギルがいない池はでかい魚いないから。持論入ってるけどね。なんか跳ねた。木に当たったかな。不自然な軌道。食った。食った。よっしゃ。イエーイ。釣れた。半信半疑で合わせちゃった。はい。この池のアベレージですね。基本的にはこのぐらいのサイズしか魚いないので、まあ。これがいっぱいいる池です。はい、じゃあ5箇所目にやってきました。この池はね、あんまり人来ないから、うわ、クモの巣、ゴミとかもあんまない。アクセスが悪いわけじゃないんだけどね。人が来ない理由としては、魚が小さいんですよ。こんなんばっか。基本的には30センチ以上のバスは多分いない。俺釣ったことない、この池で。ただ
あ、もうバスがいるわ。ほら。もう、今2バイタって今。竿先映ってた。ただ、今見て、もう数めっちゃ釣れる池。お奪い合い奪い合い。ね。一等一丁3時間とかザラだからね、ほら。あ、また外した。ほら、一等一丁ザラだから。あれ乗らないな。ちっちゃいからか。だからスモラバがでかいんだよ。このサイズのルアーがでかいっていうぐらいの、こんなバスばっか。だけど、今見た通り、もう何とした5頭ぐらいしたけど、全部当たりある。ほら、また当たりあった。でも乗らない。ね、そういう気、もういいな。バスいること確認できたし。ルアーチェンジしました。ワームの切れ端にマス張り。ベイトフィネスで投げるようなルアーではございません。あ、これだけ飛べばもう十分。ほら、うわ、飛んできた。いや、ほら、これ、こんなのばっか。おお、食ったいいよ。もうこれだけ飛べば十分。ただ巻き。あちぃ。ほら。あ、やべ。抜けちゃった。ワームだけ取られちゃった。んだよ。日本一釣れる池と言っても過言。いや、まあ、それは過言かもしれない。ほら、来た。腹筋来た。バスが飛んでくる。あんな腹筋でも飛んできちゃうんだよ。このサイズ。こんなんばっかしね。あと、スキル上昇につながる。ほら、来た。ほらね。ほら、こんなんばっかよ。アジみたいな釣りしてるわ。アジングロット超いるわ。このアジングロット持ってこようか。メバルロット。無限に釣れると思う。ほら、食った食った。よ、ほら、乗った。イエーイ。アジやったらでかい。イエイ。こんなんばっかです。20センチぐらい。さて、何箇所目か忘れた。この池は、おかっぱりからだとそんなに釣れない。規模がね、大きいんで、ボートからだと、やりごたえがあります。ダメだ、こんなとこにおるわけね。あっちのシェードだわ。絶対。ああ、涼しい。生き返る。山だからこそだね。平野だとこんなとこないんだよ。お、あれバスじゃねえか。ほら、食った。ああ、食ったのに。全然乗らんかった。シェールは絡んでねえな。どうだろうな。お邪魔しまーす。いますか？なんかこの池満水だね。このところは水深50センチぐらいしかないから。基本的に目で見ていないならいない。ね。じゃあ、この辺とかやっていきましょうか。お、来た。お、この曲がり場、かなりでかい。でかい。よいしょ。お、でかいぞ。マジか。もういきなりこんなサイズが出てくるとは思わんかった。汗で。よー、でけえ。野池サイズじゃねえ。あれ、もう、やぶねえ、針外れた。危ねえ。おぉ、元気、痛い。手がえぐれちゃうじゃないですか。はあ、いい魚。40ぐらいですよ。こんなん釣れちゃった。
最後の日にやってきました。まあ一応ね、ここはね、おかっぱりからできる場所はここぐらいしかないっていう、逆にボートはすごく出しやすいところなんで、ボートの池ですね。釣り禁止の看板もなし、ギルがいる。ちょっとだけよ、あそこちょっと行けそうだから、ちょっとだけちょっとだけやるよ。あ、でも意外と鹿下しっかりだった。これ邪魔ですね。おお、俺ね、今までね、ラインブレイクなんてほとんどしたことないんだけど、いや、申し訳ないことをしてるね。まあ、背中の傷は剣士の恥だという言葉があるように、ラインブレイクはバサーの恥ですよ。だからね、俺絶対切られないようにっていうタックルセッティングにしてるんだけど、この竿だってね、竿の硬さに対して、まあ、糸10ポンドだったんだけど、この硬さに対して10はね、太いんだよ。太い方なの。本当に8とかでもいいと思うんですよ。UL クラスだからね。だけど、瞬殺。これは、まあね、関東で切られたことなんかまずないから、そんなに釣ってないっていうのもあるんだけど、ダメだね。関東スタイルが通用しない。やっぱ昔ね、こっちにいた時はね、どっちかというと琵琶湖スタイルに近い釣り方をしてたんですよ。でも関東だとそれだと結果が出づらいから、関東っぽい釣りをしてたんだけど、こっち戻ってきたら、関東スタイルが通用しない。全然重さが乗る前に切れたから、刺さってないよ。刺さるほどの力入ってない。で、あれなんで切れたか、絶対歯。魚の歯。歯で切れた。じゃないと、傷なんかついてないもん、俺ちゃんとチェックしてるからね。まあ、追ってく、チェイスの時に追ってくるのが見えて、で、この、なんだ、水のもわっとした感じが、あ、でかってなったんですよ。あ、食ってる。プチって。丸飲みされてたんだろうね。で、歯で、糸が擦れてて、プチって切れたんだと思う。もうそうなったら、10じゃダメだね。大幅なタックルセッティングの見直しが必要になってくるかもしれない。あんなにしちゃダメだからね、普通。あんな切れ方されたらね、ショックだよね。まあ、こんな感じで、幸先がいいのか悪いのかわからない。九州編が始まります。まあ、ラインブレイクしちゃったことはね、もう後悔しても遅いんで、もう二度としないように対策を練ってこようと思ってるんで、よろしくお願いします。